それはあの釣りの好きな人に聞くと、あここまでは遡る。ただあの水量が多いと越水します。だからあの木部小学校なんか僕行った時は、あの越水するよって言って言いました。すぐ横ですから九頭竜が。で、あそこはあの木部小学校が一番高い建物なので、全員逃げ込んできますよって話しました。近所の方がどうするんですかっていう話。ちょっと驚かしました。とあの堺市がなんか屋上を開放するシステムを作りみたいなです。ちゃんと今はこう閉じてたけど、みんなが上がれるように周りの人。だから防災士さんがいると市が動くかも。他にございませんか。はい。あの、はい。後で。はい。一応あの配布資料の中に岡本先生のお電話番号と E メールがありましたので、またあのご質問ある方はよろしくお願いします。白山だとそのこの後ろに実は URL があるので、これチェックしていただくと僕の、あの後輩の平野先生の部屋とか、飛んでいきますので、はい、それでは、これで研修会の方を終了いたします。ありがとうございました。お忘れ物のないようにお気をつけてお帰りください。